皆さんこんにちは、アイです。今日はですね、カルディ購入品です。お待たせ。前にね、動画のコメントでカルディのね、購入品楽しみにしてますってね、お声いただきました。ありがとうございます。お待たせ。はい、本当はね、出産前に買いに行ってカルディ購入品をお届けしようかなって思ってたんですけど、そんなこんなで生まれまして、そうなのでね、買ってきたけど紹介できなかったんですよ。なので今回カルディ購入品っていうのは久しぶりかもしれない。そうで、私もなんか久しぶりに行って、こんなあったけっていうような商品とか、これ欲しかったっていう商品などいろいろ買ってきたので、今日は紹介していきたいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。はい、まずは生ハム。生ハムなんですけれども、今回こちらハモンセラーノっていうね、生ハムを買ってみました。いつもはちょっとお買い得の生ハムです。はい、よくご存知の生ハム買ってたんですけど、美味しそうだなと思って、これスペインの伝統的な生ハムということで奮発した。美味しかったらいいな、うん、っていう思いを込めて買いました。次は、これね、動画で紹介したことがないんですけど、リピートです。こちら、病みつきコーンクリームパン。名前の通り、ちょっと病みつきになりそうな美味しさだった。前回買った時に。これね、冷凍コーナーに置いてあったんですけど、私コーン好きじゃないですか。誰も知らないかもしれないんですけど、私、トウモロコシが大好きなんですよ。で、前回買ってみたら、美味しかった。美味しかったしか言わないな、私。甘みがあったっていうのと、あと表がね、サクサクだったんだよな。おはようございます。メルちゃん今朝ごはん中なんですけど、私も朝ごはん、やみつきコーンクリームパン食べます。電子レンジでちょっとチンして、あとオーブントースターでちょっとこんがり焼くみたいな感じで。そんなにね、大きさはすごく大きいわけじゃないんですよね。で、表面はちょっと固めです。本当にサクサクみたいな。こんな感じで。あ、もうコーンたっぷり入ってる。では、いただきます。外はちょっとカリッとサクッとした感じで、中はコーンクリームなんですけど、しっかりコーンの粒も入ってます。味のイメージとしてはコーンクリームコロッケがコーンクリームパンになったみたいな、すごい簡単な説明なんですけど、こんな感じでちゃんとね、しっかり甘みもあるし歯ごたえもあるし、私はすごく好きです。次はいつものいっちゃっていい、こちら塩ら…あ、ちょっと噛んじゃった。塩レモン鍋つゆ、もへじ。はい、久しぶり。このね、塩レモン鍋つゆ、本当に久しぶりです。食べたかったんですよ。ちょうどね、これね、お値打ちになってたの。期限が短いっていうことで、本当だ、4月13日まで。そう、ラッキー。もうすぐ食べよう。今日の夜か明日食べよう。で、続きまして、また鍋の素買ってきた。これね、ちょっと面白いですよ。こちら、海苔鍋つゆ、もへじ。はい、もへじきた。そう、まずね、最初にこう真っ黒のパッケージで、海苔って書いてあったから、なんか面白そうだなと思って、隣にね、赤いモヘジがあったから、あ、もう絶対買ってこうと思った、これ。はい、美味しかったらまた何かでお伝えします。何これ、インスタか何かで、はい、ストーリーかなんかでお伝えしますね。次は、これ、ホタチ。出た。カズチ、エビチ、ホタチ。ちょっといろんなもの出してくる。カズチね、私、美味しいなと思っていて、で、前回かな、エビチを見つけて食べてみたら、私自身はカズチの方が好きだった。で、コクンさんはエビチの方がいいって言ってた。ちょっと今これ食べちゃおっと。気になる。ちょっと私はね、意見が厳しいですからね。厳選な感想かしら。ちょっと正直に感想言いますね。よし。あ、では、福さんも食べてみる、うん、はい、いただきます。私ね、これ好き。割とホタテがしっかりしてる。カズチーはプチプチっとした食感と、あとカズノコの味がしっかりあって、エビチーは食感も味もちょっと物足りない感じがあったけど、ホタチーはホタテが結構主張してる。そうで、干し貝柱だからなおさらこう噛むと味が出てくるっていうか、噛み応えもあって、どうかしら。美味しい。ね、カズチーが好きかもしれない。あ、ほんと、コグンさんカズチー超えたって。これこそなんか魚のつかみ、あ、つかみじゃない、間違えた。酒の魚になる。何が言ってたの。次は、こちら。クリームピスタチオパスタソース。ちょっともうピスタチオさ、
遊ばせすぎ。なんだろう、前ピスタチオクリームとかもあったんだけど、パスタソースにまでしちゃうもんね、ピスタチオ。気になった。そう、美味しいかどうかわからないんですけど、ちょっとまたこれも食べてみたいなと思います。これちなみにね、前ね間違えちゃったんですけど、これ2袋入ってるんですよ。だから2人前あるので、あの1人前だと思って2つ買ったら大変なことになっちゃいますので、はい、お気をつけください。次はこちら、一膳リゾットソースきのこクリーム。これ美味しそうじゃないですね。一膳分の温かいご飯にかけて混ぜるだけで簡単にできるリゾットだそうです。粉チーズをかけるとより濃厚な味わいにって書いてあって、うん、これちょっと楽しみです。あ、化学調味料無添加って書いてある。いいですね。私あのキノコ好きなんですよ。もう何でも好き。コーンも好き、ホタテも好き、キノコも好き。ま、あの私食べ物が好きなんです。食べることが好きなんですよ。そうなのでね、ちょっとこれも楽しみ。これも後でちょっと食べてみますね。はい、今早速ちょっとこのキノコクリームのリゾットを作ってみようかなと思います。今お湯で温めてます。はい、温めてる間に冷凍ご飯チンします。はい、じゃあご飯をボウルに入れます。熱いわ。熱かった。はい、この中に入れます。あ、もう、あ、なんかもうそのまま入れちゃっていいのかな。入れて混ぜます。もうね、本当にちょっととろみはあるんだけど、思ってたよりもあのみずみずしかった。うんうん、いい感じにリゾットっぽくなりましたね。はい、きのこクリームリゾット完成しました。ちょっとパセリ振っております。いただきたいと思います。クリームが濃厚。すごいね。うん、美味しい。前に動画で紹介したことあるリゾットも美味しかったけど、これも美味しい。うん、うんうん。はい、でさらにちょっと粉チーズをかけると美味しいって書いてあったので、ちょっとかけて食べてみたいと思います。いただきます。うん、チーズかけた方が美味しいと思う。まろやかな。うん、これいいですね。これ簡単、すごく簡単。次はこれはね、あの何回かリピートしてます、上海焼きそば。美味しいやね、これあの視聴者様から教えていただいて、買った時から美味しいなと思って時々買ってます。はい、教えていただきありがとうございます。これも美味しいの。冷凍エビとニラとかと混ぜたりとか、もう本当に余ってる食材でパッと作れるので、オイスターソースの味がね結構しっかりしてて、そう、上海感が出るから、あ、これも楽しみ作るの。次はキノコのブイヨン。あ、トリュフ香る。そう、最近カルディね、トリュフ香らせてるんですよ。そう、トリュフ香るキノコのブイヨン、コンソメスープ作る時に使ったりとか、あとパスタにも使えると思うし、洋風のお出汁を使う場面でこれを使ったらまたいつもと違うのかなと思って挑戦。私にとっては挑戦ってことじゃないかもしれないけど、ちょっと一味違うような味が作れそうな気がして買ってみました。ブイヨン 15ml に対してスープを作るときは 150ml の水を入れるって書いてあるから、10倍にしてってことかな。はい、ということでおかず系はこんな感じかな。はい、次行きます。これもねリピートなんですよ。ちょっと久々に買いました。どん、マッスンブのゆず茶です。これもね、あの昔1年以上前かな、あの割とね冬になると買っていたもので、結構大きいから飲み切るのが大変なんですよ。私一人だから基本飲むのが、なので最近は買ってなかった。で、あの糖分もね割としっかりあるの。ちょっと我慢してた部分はあるんですけど、今日カルディに行ったらお値打ちになってた。ちょっと久々に飲みたいなと思って買ってみた。そう、でも気をつけて飲もうと思います。そう、あんまりたくさん飲んじゃうとやっぱり糖分が高くなっちゃうから、まあ、そんなに糖分気にするんだったらもう買っちゃダメなんだけど、そう、でもね飲みたくなったら久しぶりに、そうだから大切にチビチビ飲んでいこうかなと思います。次はしっとりカレーセン。これもね、あの、一押し商品で、これもあの、視聴者様からね、前に教えていただいてから、ハマってます。もうその名の通り、カレーせんべいがしっとりしてるんですけど、なんだろうな、本当にこれ、毎回言っちゃってるんですけど、不思議なんですよね。しけてるんじゃないのって思うんですよね、食感とかが。でも、食べてると、やみつきになっちゃう。美味しいの、そのしっとり具合が。なので、毎回ではないんですけど、時々買ってます。次は、こちら、カズチープレッツェル。そう、これあの前にね視聴者様から教えていただいて、そう買ってみたいなと思っていたものです。ちょっとこれ気になりますよね。ちょっと食べちゃおっと。はい、こんな感じでいただきます。うんうん、口
口に入れる瞬間香ったカズノコとチーズの香りかな。美味しい。これもはや私カズチよりも好きかもしれない。こちらプレゼンの方が。ポポちゃんを抱っこしてくれるコクンさん、お願いします。濃厚。あ、そうそう、濃厚濃厚。美味しいけど、うんうん、持ってかれるわ。あ、持ってかれる。水分。あ、水分持ってかれる、うん、本当に私全く水分持ってかれなかった。あ、本当。うん、なんなら私がもう水分で包み込んだ感じ。美味しいね。美味しいよね、うん、ちょっとあの塩気が強めかもしれないけど、酒のつまみに。次ですね、あの今ね、カルディは桜シリーズなんですよね。で、いっぱい桜の商品、お菓子とかあったんですけど、私はその中から今回気になった2つを買ってきました。まずはこちら、桜せんべい。もへじ。あれ、そういえばちょっと今日なんかもへじ少ないですね。小もへじ、ちょっと少ないもへじと書いて小もへじだ。この桜せんべい気になりまして、ほのかな桜の風味が春の訪れを感じさせる一口サイズのエビせんべいっていうね、さすがもへじさんだなと思います。ちょっと食べてみたいと思います。はい。あ、すごい、本当にもう桜色、中のおせんべいも。はい。あ、桜の香りとエビの香りがほのかにします。この中でおせんべいはこちら、桜の葉が入ってるのかな。ちょっとこの緑のものは、うん、桜の葉だ。そう、桜の葉が入っています。ではいただきます。もうね、ここに書いてある通りだった。ほのかな桜の風味が春の訪れを感じさせる。本当にそう。エビせんべいなんですけど、お口に入れた瞬間に、パッとね、本当にほのかに桜を感じます。かといって、こう、桜がすごく強いってわけじゃないんですよ。本当にほのかなの。これは、先ほどのプレッツェル食べたからなのかもしれないですけど、そこまで塩気は強くないです。でも、程よい塩気の味があって、すごく美味しいなと思います。これ、私セレクト最後。こちら、極チーズ蒸しパン、桜。モヘジだ。モヘジさんってパンも作っちゃってるの？私これモヘジだと思ってなかった。あ、そうなんだ。今食べちゃおう、気になるから。ちょっとごめんなさい、本当に見た目悪くてごめんなさい。ちょっと潰しちゃった私。こう、こんな感じでちゃんと桜の葉が入ってますね。ピンクと黄色のマーブルカラーも可愛いですね。しっとりしてそう。いただきます。すごくしっとりしてます。マスカルポーネだからかな、すごくこうチーズの味がまろやかで美味しいんですけど、味としてはすごくチーズの風味がするってよりかはチーズの味は抑えめで、砂糖だと思うんですけど、桜の香りがする甘みの強めのパンって感じですね。だから甘いのがすごく得意な方は絶対好きだと思います。次はお待たせしました、コクンズセレクトいきます。まずはこちら、ご飯に混ぜるだけパエリア、イカスミと魚介サフラン。美味しそうだね、これ。イカスミやろうか。おお、なんか、ここ、モザイクかけなきゃいけなくなるかもしれない、私なら。そうだね。あ、これ1個で2合用。で、2、3人分あります。はい、ちょっとこれ作ってみたいと思います。はい、今、このパエリアを作ってます。おくんさんが。はい。なんか余ってた玉ねぎとパプリカだけを。本当なんかね、茹でたりソテーしたお好みの具材を加えるとより華やかなんて書いてあって、読めてなかったこれ。だからもう余ってるこの食材をちょっと使ってみました。ご飯を混ぜるときにエキストラバージンオリーブオイルを大さじ2杯加えるとより美味しくいただけるって。うん、ちょっと固めのご飯に大さじ2エキストラバージンオイル入れて。いかすみよー。うわー。うわー、すごい。私イカスミのパエリアも大好きなんだ。あ、そうなの。そう、スペイン行って、これでちょっと蒸すらしい。あ、そうなんだ、具材入れずにまだ、うん、と思う。はい、はい、ちょっとパエリアからいただきたいと思います。おいしい。おいしい。うん、まこれすごい。や、おいしいの、すごいおいしいんだけど、パエリア、アイリのスペイン料理愛がスプレッツしちゃうね。いや、これあのレモン絞ったらパエリアでしょ。あ、確かにレモン絞ったらいいかも。うん、いや、これマジおすすめだわ。簡単できちゃうもんね。ちょっと感動してる。コクンさんの表情映したい。うん、ちょっと生ハム食べてみたいね。ね、うん、これすごい大きいね。ちょっと生ハムだけで食べてみようかな。うん、いただきます。生ハムマニアのアイリさん、うん、どうですか。ちょっと大きかったね。
え、一発、え、全部いったの全部いったすごっ、食べてうんあ、ここまで食べてなかったうん、そうよ美味しいねこれすっごい美味しいね、お店で出てくる味がする美味しい、うん、また買おう次はこちらビビンバの素いいねこれご飯に混ぜるだけそう混ぜるだけって書いてあるこれモヘじゃないちょっとモレモヘジがない書き方ちょっと結構ね重要だからはいご飯に混ぜるだけフライパンでこんがり石焼き風にもって書いてある野菜の具も入ってるっぽいよこれめっちゃいいねうんすごいえ本当に混ぜるだけなんだなんか混ぜるだけって書いてあっても結局こういう野菜とか揃えなきゃダメでしょって思うじゃない違うみたい入ってるみたいはいでは今日ですねビビンバの素中身あなるほどなるほどもう具が入ってるわこれいいねでコチュジャンタレありますで温めたご飯に混ぜる作り方とあとなんか石焼きビビンバ風って言って熱したフライパンにごま油やサラダ油をひいてご飯と汁気を切ったこれを混ぜるのも美味しいって書いてるからフライパンでやってみようかなと思ったはい汁気を切った具材本格的すごいコクンですありがとう手伝いに来てくれてやばいこの麻婆豆腐は温めたはい今ご飯を入れまして汁気を切った食材も入れます1分ほど炒めるって書いてあったでここにこのコチュジャン入れますありがとうわあーいいねうわあーいいねあーいいねあービビンバっぽい香りしてる卵入れるあ、ちょっと入れちゃおっか。なんか目玉焼き置いてもいいって言ったし。卵ないわ。ないことよ。そうだそうだそうだ。ちょっと焼き目つけちゃいます。ちょっとひっくり返していい？あ、いいよいいよいいよ。うん。あ、いい感じいい感じ。あ、じゃあちょっと混ぜるね。このぐらいでいいかもね、じゃあ。うん。これで完成でーす。はい、こんな感じで出来上がりました。焼き目をつけてみたりして。感じで、コクンはちょっと大盛りで。はい、出来上がりここにメルちゃんがいた食べようと思ったらいらっしゃいませねえ、せっかくゆっくりしてたんだけどどこ来ないね全くねはい、出来上がりましたすごい美味しそう美味しそうやばすっごく美味しそうです香りもすごい香り美味しいあ、美味しい、うん、美味しいはい、いただきます程よい辛さもあるちゃんとコチュジャンの旨味があるねうん、めっちゃ美味しい簡単だし簡単、すごく簡単もともとこの野菜の方にごま油の香りがあったんだけどフライパンでごま油でこう炒めることでこう風味が豊かになると思ううん、うん、だからフライパンでやった方が美味しいんじゃないかなと思っておこげも美味しいおこげ美味しい、うん、あ、よかったうんうん次いきますこちらカラメル黒糖ピーナッツおへじーコメントでもねおすすめいただきありがとうございます前に黒糖くるみは福袋に入ってたこともあって美味しいの存じておりますがココさんこれどうしたのなんか美味しいってなんか SNS に上がってて、うん、探してたら、うん、カルディさんもこれ美味しいよっていうポップ出してたから、うん、あそうなんだ食べてみたちょっと食べてみていい、うん、あ固まってるピーナッツ同士がカラメルで団結してる感じ食べれるわ怪しいかもしれない私歯が弱いんですよ次大丈夫かいい、うん、本当じゃあちょっといいお願いしますこれはね、うんうん、止まらなくなるパターンだねあ美味しいんだ、うん、これギリいけると前にあいける、うん、歯折れずに食べられるギリギリいけるあ本当このぐらいのいただきたいと思います美味しいもう次のさ、うん、カラメル黒糖ピーナッツ欲してるもんねあそうなの欲しい口が大きめをどうぞ食べた瞬間は、あ、ピーナッツと黒糖が合体したやつね、うーんって感じなんだけど、30秒くらい経つと、うん、もう口が干しちゃうね。次干しいんだよ。干しちゃう次干しちゃうそう。コクンさんはお気に入りということで。はい、次コクンのセレクト。こちら、これがベルフィンチョコメルト。これがホットミルクに溶かして飲むチョコレートということでこれいいね本当はこれじゃなくて、うんうん、なんか板状のチョコレートのさ一区画をなんかポチョンって入れると、うんうん、ミルクチョコレートになるっていうやつが欲しかったんだけど、うんうんうん、こっちの方が楽だよ確かに棒がついてるね、うん、それさ、うん、普
ストローになるんじゃない？確かに、あ、開いてる開いてる。でもさ、あっちってならない？これで熱いの飲んだら確かに、うん、これは飲む用のストローじゃないと思う。はい、今ですね、あの編集してたんですけど、編集の合間にちょっとこのホットチョコレート作ってみようかなと思います。ミルク 200ml を電子レンジで温めてって書いてあったので温めております。こんな感じ、ちょっとドキドキする。はい、いきます。チョポン。でもちょっと溶けてる感じする、溶けてる感じする。あ、なんかこれなかなか楽しいですね。あ、溶けてきてる溶けてきてる。おお、もうない、もう溶けてきてる溶けてきてる。早く飲みたい最初楽しいなと思ったんだけど、早く飲みたくなってきたこんな感じでいいかな。はい、できました。いただきます。美味しい。なんか安定のっていう感じかなでチョコレートが、こういう表現は良くないかもしれないんですけど、日本のチョコレートじゃなくて外国のチョコレートの味がするココアみたいな。はい、では次、最後です。最後、コクンズセレクトは、これが重かったのよ。これ。ドン。これね、600円だった。嘘 !600 円だったっけ ?600 いくらだった。あ、ほんと。フォレストビルピノノワール赤ワインです。なんか悩んでたよね。どのワインにしようかな、みたいな。ビーフィッシュとかね、を作る時の、まあ、赤ワイン欲しいなって思ってて、作りながらさ、多分ちょっと飲むんだよ。ちょっとたしなんでるよね、ビーフシチュー。これはもともとビーフシチューとか料理に作ろうと思って買ってきてるんだけど、その途中にちょっとたしなんじゃおうっていうね。そう、飲もうと思ってもさ、大半ダメにしちゃうから。そうだね、そうだね、料理と共にちょっと共にね。はい、ということでカルディ購入品を紹介しました。あ、久々に行くとやっぱりいろんな発見もあるし、あと今回あの私の好きなこの桜シリーズなんか見ててもちょっとこう華やかだし気持ちが明るくなるので、もうやっぱりカルディ楽しかったあのまたゆっくり行ける時があったらあのお店に行きたいなと思ってますので、またね美味しかったものはリピートしたり、あとあのインスタの、ね、ストーリーとかであの紹介できたらいいなと思っています。はい、ということで少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。はい、ちょっと私なんかプレッツェル美味しかったな、このカズチ。これ癖になりそう。